あ、こんばんは。どうも。こんばんは。寒。さっきまで椅子で爆睡しちゃっていた。しかも多分20分ぐらい。めちゃ短い。あら、もう起きたて、起きたてです。こんばんは。やっほー。まるみ食堂行ったの、すごい早。あ、でも今日行ってる方結構いたわ。すごい早いね。最速じゃない。いや、前からね、なんかミリアちゃんとかリコチとかオキさんとか行ってたから行きたいなと思ったって、ずっとやっと行けました。めっちゃ美味しかったから。でも何を食べたのかまだ明日のおはようツイートまで秘密。明日のおはようで載せようと思うけど、先ほどまで20分ほどお昼寝し、お昼寝というかお湯寝してたので、田中さんはまだ寝ています。若干まだ若干寝ています。おはようございます。そう、リーズナブルでボリューム、そう、ご飯大盛りとかできるし、あと雑穀米にできるし、お味噌汁がしじみだった、美味しかった。あれはもう一回行きたいと思った。あの、いろんなメニューを制覇したいなと思いました。頭が寝ております。田中さん、寝ております。めっちゃくちゃ眠くて、夕飯食べた後で椅子でぼーっとして頑張って耐えてたけど、さっき19時45ぐらいまで起きてたかな。で、一応でもこれは危ないと思って目覚ましを8時15分にかけてたんですよね。さっきその目覚ましで起きましたね。多分30分ないぐらい寝とったくらい。似てたね。あ、落ちた。すっきりしている気がする。そうなんだ。しかもね、寝転がってないよ。椅子にこうやってこのまま寝てた。めっちゃ眠くて、なんでか知らんけど、ソファーみたいなやつにこうやってこんまんま寝てた。でも首痛くないから、いや、よかったと思って目覚ましかけててよかった。ドゥルドゥドゥドゥ全然睡眠不足じゃないですよ。しかもちゃんとね、夜も寝たしねなのにめっちゃ眠くなった、夕飯の後。今になってみほりんの素敵さ気づいた。ありがとう。あと2ヶ月ぐらいよろしくお願いします。本当にちょうど2ヶ月ぐらいだね、多分。あとお母さちありがとう。今日はほぼほぼノーメイクというか、もうマスカラしてないぐらいか。マスカラせずともまつげがいい感じなので素晴らしいと思っております。明日の髪型はどうしようかなと思っています。なんか若干伸びたような気がするから、外羽系もやりやすいのではないかと思っている。パー。そして後で、七並べのランキング、前回のランキングを読んでいきますので、1000人来たら読もうかな。ふう、伊豆急さん、神ありがとう。うん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 ちなみにこの服も新しく今日初めて着たわ。そういえばなんか青色の服に最近惹かれている
青色、青っていいね、なんか締まって見えるというか、だから好きかも。ユッカーさんの卒業の時のドレスも青やったけど可愛いなと思っとったし、そしたら私の今年のラッキーカラーは青とか緑とかなので、お、青って思って最近青めっちゃ取り入れちゃってる、なんか自然とというか無意識に青いい感じ、もこ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 ニットを着ています。暖かいです、でも寒いですけど、トゥ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 。でもさ、みんなもさ思いますか、あのめっちゃ分厚いニットとか着たら上着着れなくないですか。上着腕パンパンとかになりません。私これ上着着れんやんと思って、今日は上着を着らずに中にヒートテックを着てマフラーをして出かけたんですけど、上着着れんくない。あーね、それ用に大きめ上着欲しくなります。確かにそうなるよね。だからモコモコニット着た日上着着れんなーと思ったよ、ずっと。買ってないからさ、それ用に。おお、髪の毛切ってトリートメント、私と一緒じゃん、イエーイ。髪の毛やっぱり楽ですね、短いの。明日の広島どうかな、風が冷たいって感じがします。今日も出かけた感じだと、あと夕方は、昼はそんなにめっちゃ寒いわけではないけど、夕方5時以降ぐらいがめっちゃ寒くなる、気をつけて。今日雪降ってたもん、映画見終わって外出たら雪降ってた、びっくりした。大地さんラブありがとう、黒さんかわいい、ありがとう。青色を最近取り込んでしまいます、イエーイ。明日昼夜公演ですね、2時半からと5時半からみたいな感じだったっけ、どうだったっけな。そうだから明日昼公演だからね、ちょっと朝はまあ遅くはないので、今日も早寝早起きしようと思っております。昼公演2時だった、2時から、夜が5時半から、だヨロピコピコ、元日以来の花だれ公演ですね、ほぼほぼ1ヶ月ぶりぐらいだけど。遊びに行こうかな、ぜひぜひぜひ。そうだね、エディオンが20時閉店だから夜早め、多分そうなんだと思う。エディオンホール、ね、エディオンの中にあるからそういうことやんな、多分。うん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 、あ、そうだった、1月8日にもやってた、じゃあ20日ぶりか。もうめちゃくちゃ記憶が飛びすぎてる。そうだそうだ、じゃあ20日ぶりなので意外とそんな、四国公演の方が久々すぎて。トゥ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 、気軽に行ける距離、いや来なよ、来る気持ちがあれば来れるよ、待ってるよ。あくハートありがとう。5時台に起きなきゃ、やば、はやー、はやや、すごいね、えらい、ありがとね。もう美味しいもの食べて帰ってください。丸美食堂、丸美食堂はでも人が多いかもしれないね。私はこの前丸美食堂行った時はもう2時ぐらいだったから、もうね全然
そんなにもう空いてたんですけど、しかも平日だったよね。だからあれだけどなあ、お昼は多いだろうな。でもね、他にも行ったことあるランチとかでね、紹介してないとかあるけど、でも本通りじゃないとこだったりとかがあるから微妙だな。私が大好きなあの広島2番さんはもちろん行ってほしいですけれども、ちょっと会場的にちょっとだけ遠いですけども。あとあ、日曜日、あ、明日日曜日か全然日曜日の意識なかった。休みなのか。あとさ、私さ多分そうなんじゃないかなって思ってるんだけど、ほのたんさんがツイッターで上げとったそばのお店、多分孤独のグルメってとこじゃないかなって思ってるんだけど、孤独のグルメってあのドラ、あれ、あのテレビもありますけど、それのちょっと目なんか字が違うんですけど、じゃないかなと思うんですけど、私そこ行ったことあるんですよねママと行ったことあるんですよね。炊きたての米が食べたいみたいに思って、多分そうだと思うんですけど、後ろの感じ的に。あのパフェ屋さんも気になったんやけど、あ、でも待って、これも定休日だ明日。あ今紹介しようと思ったのに定休日だった。くそー日曜日定休日多いですね、悔しい。孤独のグルメの目が米の字のお店も、炊きたてのあの釜炊きのご飯が出てくるので美味しいのでおすすめなのですが、明日は空いていませんので違う日に行ってください料理だけの写真はね撮っとって、いつ投稿しようかなと思ったんやけど、ちょ飯してるしとくね。明日空いてないけどこんな感じの。私は鮭とイクラが乗った釜飯食べて美味しかった。でもペロリって感じの、もう炊きたてのご飯ってなんか軽いやん、食感とか。ペロリって感じのものなんですけど、おすすめですでも明日は空いてません、辛いです。どうしましょうか、どうしたもんか辛いです。日曜休みが多いのかな。あ、そうなんだ、インスタストーリーに載ってるんだ。ちょっと私見れんけん悔しい。インスタは検索したらあの投稿は見れるんだけど、ストーリー見れんけん、うんそうなのよ。だから誰かのストーリーとか出てきたら、私がね、私とかが出てきたらもうスクショして送って送って。そんな感じかな。他に出してないとこなんかないかな。日曜日だからね。でも人が多いかもしれないね、普通に土日。最近ね行ってないからはね、わかんないんだよな。サロンデュショコラかなサロンデュショコラかな、なんだろうな。今日は本当はサロショーが初日だけど多かったのかな。あとは普通にお弁当屋さんで U&I も美味しいし、うん、パークサンサウスサンドイッチだっけも美味しいし、あとこの前ね
美容室と松葉の合間に行ったとこが、コーヒー美味しかったとこがあるんやけど、名前忘れたね。コーヒー美味しかったんやけど、あ、読み方わからんとこやった。明日どっちも行く。おお、公演かな。ありがとう。イエーイ、ショートカット初公演。これなんて読むかな。私このコーヒー屋さんも美味しかったから、でも一人で行ったけんなんか撮れんくて、写真はコーヒーの写真だけしか撮れんかったけど、広島なんなんたなんたなんたな。わ、これなんて読むっちゃろう。オブスクラコーヒーロースターズみたいなやつ。なんて読むとこれ。オブスキュラコーヒーロースターズは空いてるわ明日。コーヒー美味しかった。カフェラテ飲んだけど美味しかった。店内でも飲める。お持ち帰りもできる。よろ。オブスキュラコーヒーロースターズだ。多分合ってる。難しい英語でした。お、明日どっちも行く、待ってるよん。イエイエイ。やろー。それそれ、オブスキュラコーヒーロースターズ。これも本通りから近いし、一人でパッと行ってパッと飲めたからおすすめです。トゥ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 。ランチはちょっと思い当たらん。おすすめが今丸美食堂ぐらいで、丸美食堂人気だから気をつけてっていうやつだけですね。グッグッググのグッグググのグということで、七並べのランキング読んでいきましょうか。先月のランキングの、もう今月も終わってしまうのですが、ギリギリ先月のランキングを読んでいきたいと思います。ちょっと途中で髪が足りなくなって、あの容姿変わったんですけど、サイズ感変わったんですけど、これ入るかな画面に。先月の七並べランキング読んでいきたいと思います。ギリだ、ギリ入る。では100位からいきます。100位はあきぴさん、99位こじいさん、98位サンライズさん、97位かほちゃ、96位トヨッチャさん、95位みかんさん、94位イアルさん、93位オワッターさん、92位マジジさん、91位カツヤさん、90位フォーストともにさん、89位のりゆきさん、88位じゅんやさん、87位あんみつみほさまおしさん、86位は吸血鬼みゆうさんでした。じゃじゃじゃん、ありがとうございました。パチ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 、ギリすぎる画面の画角。あ、101位だった。惜しい、ありがとう。100位に入ってても入ってなくてもね、やってくれてる方いると思うのでありがとうございます。じゃん。おお、初めて100位内、ありがとう。私も実はなんかここ数日ちょびっとだけやっていますけど、まだ100位内に入れてないので頑張ります。ありがとうみんな、イエーイ。では続き、あ、この絵はちなみに雪だるまとかですね、冬って感じので。じゃあ続きまして85位から71位いきたいと思います。じゃん、いきます。85位 ET さん、84位ニースかっこちめいさん、83位ひなたさん、82位シッチーさん、81位シーサイド丸さん、80位マクさん、79位 SKM さん、78位みおりんさん、77位 P さん、76位レオ姫さん、75位モンタさん、74位コウジデスさん、73位モンブランさん、72位、カトレアさん、71位下手スーツネクタイさんでした。
ありがとうございます。はい、こんな感じです。続きましての方々はこちら、にゃい、そう、イラスト福袋、福って書いとけば福袋に見えますかね何書こう、1月のイラスト何書こうって思った結果こんな感じになりました。ありがとうございます。じゃん、ありがとうございました。ということで続きましては、続きまして、はい、続いて70位から56位までいきます。はい、いきます。70位はジュリボー、69位黄金の大地さん、68位秀明ちゃん、67位青志さん、66位おねだりゆうやさん、そして65位タクトありがとうさん、64位もちはなですさん、63位長野さん、62位ひろさんさん、61位けんけんさん、60位ちあんふえんさん、59位青柳涼介さん、58位あじみつゆうさん、57位ユナイテッドさん、56位中澤さんでした。はい、続きましてこんな感じです。じゃじゃーん、じゃじゃん、ありがとうございます。入ってた、ありがとう、イエーイ。このイラストは簡単初日の出正解書けました。こんな感じでございます。ありがとうございました。じゃん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 、続きまして、ちょっと紙が変わります。続いて55位からかな。続きまして55位からはこちら、いきます。55位ナポさん、54位エビちゃん、53位フォックスさん、52位テチテチアットハツパラさん、51位カニツムさん、50位イアルさん、49位ミキの総帥さん、48位アズシカッコ愛知県の人さん、47位サワポンアットミホーさん、46位中島さん、45位エースさん、44位コウキアットおもちさん、43位ヒロさん、42位マメブさん、そして41位赤赤赤ちゃんでした。ありがとうございました。へい、こんな感じです。さっきより髪がちっちゃくなってしまいましたが、こんな感じでございます。じゃじゃん、ちょっとこれはっきりはちょっと何回で撮るかはちょっとこれはちょっとわかりづらいねこれしんどい、これしんどい、これ頑張って頑張って、あ、漢字が書いてある、漢字が、はっ、しんど、これちょっと下手すぎたそう、だるま、うさぎのだるまです。そう、なんかうさぎとかで検索して、あ、だるまになってるわっていうのを見つけて書いたけど、何がなんだか分かりませんね、遠くから見たらね、いう感じです。ありがとうございます。え、卵卵じゃないねうさぎだるま、イエーイでは続きまして、続いて40位からいきます。はい、40位サンピラーさん、39位がんばるさん、38位73、37位ハルトさん、36位マジックさん、35位コウキアットユーナーさん、34位カネミヒメ
アット慶長さん、合ってるかな。33位マジックさん、32位大辛唐辛子さん、31位ふなっちさん、30位森大さん、29位マスヤさん、28位ともくん、27位おいにちゃん、そして26位セイラさんでした。ありがとうございます。はい、こんな感じでした。ありがとう。羽根つき、多分それだと思う。正式名称分かってないけど、多分それ。こういうやつ、正月のおもちゃみたいなやつですね。それでした。ありがとうございます。なんかグッズでこういうの出てましたよね。めっちゃあれ可愛いって思ったんですよね。あれ知らんくて、こんなのあるんだっていうの途中で気づいて、グッズで出てるのめっちゃ可愛いなと思って見てました。これでした。ありがとうございます。じゃじゃん、お腹鳴りました。さあ続きましては22位のミホリン賞が含まれてますね。では行きたいと思います。じゃじゃじゃん。はい、25位セイ、24位寺月さん、23位ウォーリーさん、22位のミホリン賞はキヨさん、21位はノンタンさん、20位はタクトさん、19位はのぎのぎさん、18位採用が馬さん、17位ジェロさん、16位カロさん、15位ソラさん、14位和幸かっこ KK さん、13位アキさん、12位影谷さん、そして11位ゆうちゃんでした。ありがとうございます。はい、こんな感じ。じゃん、じゃじゃじゃん、ミホリン賞はキヨさんでした。ありがとうございます。このイラストはとってもとってもとっても上手に描けました。うさぎです。これはただ白うさぎです。いい感じですね。ちょっとお月見感があるけど、イエイエイ、ありがとうございました。絵がうまい。さっきまでめっちゃ下手かったけど、よかったです。ありがとうございます。さあということで次でラストですね。トップ10いきます。トップ10、よし、ではトップ10いきます。第10位はレグルスさん、で9位はおニンニク人工肉マシマシさん、8位竹まつるさん、7位神谷あつしさん、6位みほあおこさん、5位文子さん、4位レッドパンダさん、3位あっくん、2位もじゃもじゃさん、そして第1位は大地さんでした。ありがとうございました。パチ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 。ということでトップ10こんな感じでした。ありがとうございました。すごい、100位以内に入れるだけでもすごいありがたいのに、トップ10ありがとうございます。皆さん、大地さんはずっと1位を取ってくださっていると思います。ありがとうございます。多分今月も結構すごくて、本当にありがとうございます。多分ランキングを読むということも、多分今月のやつと来月2月分までしかランキングを読めないんじゃないかなと思うの。あと2回かな、ランキングを読めるのだと思うので、皆さんよろぴくー、最後にいっぱいゲームしましょう。で最後のイラスト、最後じゃないけどこのこれのラストはお餅のイラストでした。ありがとうございます。じゃじゃん、
そうだね、確かに。そうなの、3月の分のランキングは読めないんだよ多分。もう3月末までだから、だからあとはこの1月の分と2月のランキングまでしか読めないので、よろしくお願いします。見てて、ということでありがとうございました。パチ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 、そうだね、来月私もいっぱいしよう。今月もちょこちょこだけやってるんですけど、だから今日もちょっと寝る前にしようかな、お風呂入った時にしようかなと思います。ありがとうございます。皆様こう、よし、テロップ入れとこう。そう、お餅はうまい。そうなんです、お餅はお餅描くのはもう慣れてるのでうまいんですけどまだショートになれず、ドキドキキュルンキュルン。明日は何の髪型にしようかな、何しようかな。最近はラッキーカラーと占い師さんに言われた青色をとっても取り込んでしまうという癖がありますので、このニットも青色、新しいやつで、今注文してまだ届いていないけど青いアウターもあります。青ばっかり買いすぎです。全く全くって感じですね、影響されやすいので。タタ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 なっちさん、神ありがとう。あざあざん、ざざざざざん。明日はどの服を着ていこうかな、二公演あるしな、でもリハーサルとかで汗かくしなと思いつつ、でも着替えやすい服がいいしなと思いつつ、難しい、いつも。明日髪型何にしようかセンター分けとかどうですか。でもまあ前髪あるのもいいですけど、おもろい。お腹すいた中美穂ちゃんなの、あら、何食べるの。私はまた今日も芋を食べたよ、朝もお芋食べたい。でお昼はポップコーンを映画館で食べて、で夜帰ってきてまたお芋のサラダを食べた。お芋、お芋、お芋でサンドイッチされている今日の食事。お芋だとさ、なんか味つけんくても美味しいやん、わかる。なんか別に塩も砂糖もつけんでもお芋の味が美味しいやん。だけん頼ったんだけどお芋推しです、今日は。ちなみに映画は何を見たと思いますか、予想つくかな。そう、あんな大きかったら芋なくならんよ。まだね、スイートポテトあと4つぐらい残ってる。明日の朝ごはんに食べれるあーラーギリ違いますね、あのあなたに会いたくてのやつだね、それ。違いますね、私は結構見たいってみんな前で言ったかな、これ言ったかな。やっぱ私はね、ちょっとスリルある系というか、安心して見られない系の映画が好きなのでそれ、そういう系のを見てきました今日は。って言ったらわかるかもしれんかな、どうかな。スラダン見てないね、スラダン漫画も見ますね、お姉ちゃんの部屋にあるから。エトダエリカさんのやつ、そう見れんかったよね、だけんもうね、いつかネットフリックスに出てきてねって思いながら待ってる。わからんかな。今日私が見たものは非常宣言というやつです。韓国映画なんですけど、私昔に見た韓国映画のグエムルってやつにも
ソン・ガンホさんっていう俳優さんが出てたんだけど、この非常宣言にも出とるんよね、ソン・ガンホさんが。すごい、この方はこういう結構怖いというか、なんかホラーじゃないんですよ、なんていうの、人間的に怖いじゃないけど、なんかこれは飛行機テロの話なんですけど、そうだから私はこれを見終えた後に飛行機にちょっとあんまり乗りたくなくなってしまうぐらいの怖いですけど、そうですけど、でもあの見応えあった、すごい見た後なんかふーって感じがして、なんか自分が体力使った感があったママと見てきました。そう、これ見たいねって思ってて、ずっとママと見たいねって言って、そうそうそう、よかったです。でもやっぱり私はどんな映画でもね、ポップコーンは食べたいので、そうだからね、ポップコーンはボリボリ食べてきましたなんかね、ゾンビ系とかではないけど、ちょっと感動もあるというか、でも心痛いとこもありつつみたいな感じの映画です。まあ、あとなんかキャラメルと塩のハーフ&ハーフみたいなポップコーンにした、キャビタ、美味しかったよ、キャラメルカリカリ美味しかっただね、久々に見た気がする映画ドゥ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 、他にも見たいやつは何だろう、まあラーゲリもちょっと見たい気もしてたんだけど、こっちに惹かれてこれにしたけど、スリル系好きですね。モンブランさん、ハートありがとう。あーね、ちょっと高めの濃いキャラメル、なるほど。いや私ね、逆に薄めでいいよね。なんか私キャラメルあんま好きじゃないのに、キャラメルポップコーンだけは食べれるんやけど、たまにあんまりついてないキャラメルのゾーンあるじゃないですか、それとかが好きでそこら辺のちょっとしかついてないキャラメルぐらいの部分が好き。じゃあ一緒に食べたらいいのかもしれないね、濃いキャラメルのやつ好きな人と。見て人、あ、私なんか多かったかも、やっぱ、あ、土日だからかってその時思い出した、人多かった、中高生とかが多かったかな。でもみんななんか多分スズメの戸締まりとか鏡の古城の方に行ってたから、あんまり私が見た映画はあんまおらんかった、人周りに。洋館のさん、おもちありがとう、おもちおもちかゆかゆね、映画館空いてると得した気分ね。過去にママとマジ夜遅くの、夜遅くって言ってもなんかあれやけど、そんなに遅くないけど夜の映画で、もう結構その映画が公開して日にちが経ってた映画の時、ママとほんと貸し切りのやつが一回あって、映画館マジおーって感じよね大きいシアタールームにおるみたいな気持ちで、二人しかおらんけんさ、そうなの、そうなのすごいっしょ、めっちゃそれなんか嬉しかったね。でもそれちょっと怖い系、またそれもやったけん、夜やけん怖かったけどねうん、映画館貸し切り素敵すぎるまあ怖い系はそう二人じゃちょっと怖いけんね、あれやけど、それはめっちゃ重いね。今日もだから、でも事前に今日はネットで席を取って行ってたんですけど、ネットで席取るときは他に2人か3人ぐらいしかおらんくて、選んでる人が
え、全然おらんやーみたいな感じだったけど、行ったらちょっと増えとったけん、多分10人ぐらいはおったかもしれんけど、でも少ないよね。なんかちょっと嬉しい気持ちじゃない。まあ結構時間が経ったしね、公開して。どのあたりの席で見るの？結構後ろの方が好きですね。やっぱ全体こうやって見たい。前の方だとこうなっちゃうから、ちょっと後ろの端っことかで見る。何かあっても端っこだとすぐ出られるというか、あと人見知りだから人の前を通ってすいませんって入っていくのできないから、あんまりできんから端っこの後ろの方にする。私は今日も端っこの後ろの方にしました。ね、わかるっしょ。人見知りだから人の前こうやって すいませんって通れんから。うん、通られるのはまだ逆に別に言っちゃうけど。ラン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 。今日もだから右後ろの端っこの方にしました。だからあんまり埋まってないと嬉しいです。通路側の良さね、本当。ああね、真ん中の列の通路側。なるほどなるほど。公園は最善一択だけど、映画館だと首が、そうそうだよね。そうなのそうなの。だから。ね、そうなるよね、後ろの方にしちゃう。でもやっぱほんと映画館の椅子の感じとかはやっぱ私は映画館っていうかもう劇場だけど、八丁座がめっちゃ好き。レトロなんやけど全部ソファーみたいな椅子なんですよ。めっちゃ広々でふかふかでレトロな雰囲気で見れるから、八丁座がめっちゃ好きやから、じゃあ八丁座にまた見に行きたい映画。なんか福岡だと中洲太陽劇場とか、そこなんかそういうレトロなとこがあるんですけど、八丁座めっちゃ行ってほしい。みんなめっちゃ見て、もう流行りの映画というよりは昔の映画をもう一度みたいなのとかが多いからあれやけど、エンドロール見て帰りますね。一応なんかエンドロール終わった後になんかちょっとある映画とかあるじゃん。それを知ってからはずっとエンドロール最後まで見とるけど、見たのになかった時ちょっと悲しいけど。油断ならんよね。そうなんよそうなんよ。八丁座は本当行ってもいてほしい。八丁座今何やってるかな、なんかラーゲリはやってたような気がするけど、そうめっちゃ昔のなんかフランスとかの映画みたいなのとかがあってたりとかする。なんていうの、なんかローマの休日とかそういうのがやっとったりとかしとったけど、とは何かな、何がやってるかな。あ、そうなんだ、コナン君はエンドロールで次回予告。なるほどね、やっぱエンドロールの後なんかあることを言っちゃう。八丁座、八丁座は、あ、なんか分からんわ、分からんやつがいっぱいある。でもやっぱラーゲリはある。 RRR シスター、夏の分かれ道、ケイコ目を澄ませて、ドリームホース、嘘800、人生クライマー、チームジンバブエのソムリエたち、ちょっと分からんけど。渋い渋いですか。うん、最近のはラーゲリかな。分からんけど、でもほんと座席が良すぎるから見てほしいんだよね、ほんと。あ、月曜日メンズデーらしいよ、みんないいやん。
公演前に映画結構ちょっとだけ渋めな映画がやっているんですけども、メンズデーとかレディースデーシネマデーとかもあるからいいね。なんか今学生じゃない今とても映画が高く感じる。学生の時1000円とかやった気がするんよね。だけんめっちゃ映画高っって思う今。だからあんま見に行かんのかな私。もうネットフリでいいやってなってしまうかも。よいしょ、メンズデーありました。レディースデーがあるからメンズデーもね、そりゃ寒いね。お得な日に行った方がいいんじゃないいいんじゃないドゥルドゥドゥドゥルルルうん、割引券ゲットして、そんなのがあるんだ、めっちゃいいねそれ。しかも八丁沢は何か何持ち、自分の好きな飲み物食べ物を持ち込んで楽しんでくださいみたいなスタイルの映画館だからめっちゃいいよね。グミ爆食いしてもいいんだよめっちゃよくない？ジルボハートありがとう。矢島さんお餅ありがとう。お餅また眠くなってくる、うん、波アイマックス、あーどこだろう、キャナルとかアイマックスかな、違うかな。6回見て無料になるやつなんかいっぱいいる。そんなのあんだ、すごい。東宝シネマズ、なんか聞いたことあるね。しかもさ、その映画どこで見るかによってポップコーンの種類も違うじゃん。めっちゃ種類あるやつとかめっちゃ嬉しいんやけど、どこだろう、どれがどうとか覚えてないけど、チョコポップコーンとかミルクティー味のポップコーンとかがある映画館があって、どれかそれの時めっちゃ嬉しかった。でもちっちゃい頃はどの映画館かそのどれとかわからんけん、とりあえず時間が合うやつのとこに行っとったけど、そう映画館でポップコーンは絶対食べる派だからさ私。だからチョコ味とかいろんな味があるとこめっちゃ好きあとはあのホットドッグだけじゃなくて、なんか他にもなんかしょっぱい系があるとことかねあのちょなんだっけ、ナチョスじゃないけどなんかそういう系のがあったりとか、楽しい映画を見るプル、映画を見るということは食べるということも入っとるもん私の中にはドリンクはちっちゃい頃はめっちゃメロンソーダだったんですけど、ちょっとね炭酸が私喉痛くなってきて今日はミルクティーにしましたけど、そうだね、そんなにでもこだわりないかな飲み物は。でもコーヒーとかにするとなんかちょっと怖いやん迷うけど、でもミルクティーにしちゃったけどさ今日。最近は大人になったのでそんな感じです。甘い飲み物よりは甘くない系を頼みます。でもアイスだね飲み物、ホットは頼まんかな。もうなんか熱くなりそうやね映画館あったかいけそう大人でしょふふふふふのふ。喉の調子めっちゃ治った気がする。もう結構喉の痛みもないし咳も出らんけん。でまだ喉ぬるマスクあるからつけては寝るけど、もうこれは完治したと言っても過言じゃないぐらいですね。よかったよかった、公演に合わせてきましたね喉が一旦荒れさせておいて
直すっていう。安心して公演に挑もうと思います。うん、ドド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 ドね、喉が合わせてくれてよかった本当に。調整バッチリ。どうしよう、それ言って明日ガラガラの声だったらどうしよう。薬を飲んで喉のうるマスクをして寝ます。お風呂も今日はね浸かろうと思うし、湯船に。わあ、もうすぐ9時半だよ、もうすぐ終わるよ。そう、ショートカットになって初めての公演です。楽しみー、お腹鳴った、楽しみ楽しみー、みみみみみ。まさきさん、神ありがとう。神。やじうまさん、キラキラありがとう。パー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 。あ、あと、そうだ、今思い出した。なんか広島で、夜お祭りみたいなのがこの土日にある。なんか街を歩いて見かけて、あれ何の準備だろうねってママと話してて、でふとテレビ見たらなんか祭りがあるみたいな。でも名前わからん。名前わからん。なんか夜のお祭りみたいなのがある。広島ナイトフェスかもしれない。違うかもしれない。合ってるか。今日だけなの、明日はないの。もう遅かったね言うの。なんかそう、なんか公園かなんかを見かけて、なんかめっちゃ飾り付けしとるな公園、なんやろうこの飾りって思いよったら、これやったっぽくて。言うの遅かったわ絶対。言うの遅かった。なんかアイドルさんも来てたの。SNS 流れてた。今日の22時までだった。無理でした。みんな遅かったです、すいません。なんかみんなもう広島いるっぽかったから、なんか紹介できたらなと思っとったけど遅かった。くそ。だってなんか元 AKB さんの市川美織さんとか昨日ゲストで来てたみたいで、すごいやん。言うの遅かったね。言うの遅かったからごめんね。もうここ徒歩5分ですみたいな人は言ってください。レモンじゃん。うん。ぜひ。レモンになりたい子なの？あ、そうなんだ。みんなレモンって言ってる。あ、そうなんだ。広島レモン大使みたいなのになれた。へえ。なるほどですね。開催時間18時から22時、入場無料、日本酒飲み比べチケットとかある。お祭り、お祭りみたいなのがあったみたいなんですけど、今日までなので残念ですが。ですね、まあ明日は公演を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。早寝早起きするぞ。今日は11時までには寝ようかな。では、ランキング読んでいきます。では22位のみほりんしょうはボタンさん、そして13位リーツさん、
12位ユナイテッドさん、11位キヨさん、10位ヨーカノさん、9位レグルスさん、8位マサキさん、7位おしめんななみんさん、6位ジュリボー、5位ディノットさん、4位あっくんあと自称みほぱぱさん、3位デサイズハートさん、2位竹まつるさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございました。ということで明日は公演楽しんでいきましょう。しょいしょい。ではではまた明日会いましょう。最後にじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんグー。ありがとうございました。ではおやすみほー。早寝早起きしましょう。おやすみなさーい。おやすみほー。